さてこの世界、つまり自然とは確率により支配されているものです。にもかかわらず今この場では確率論が成立しているとは言い難い。ならばこう考えるのがより妥当でしょう。今我々は自然から遠く離れ、なんだこりゃ、どこで笑えばいいのか教えながら演じてくれ。例えば